どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在、この動画を撮影しているのが、6月30日日曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは本日、スワローズと戦いましたが、結果、大逆転負け、5対6で敗れました。まあ、8回裏の守りもそうですし、9回表の攻撃、まあ、特に試合終盤、さまざまなことがあったということで、今日のゲーム内容についてお話をしていきます。 よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、まずは序盤のタイガース打線、スタメンを見ていくと、近本選手が3試合ぶりにスタメンに復帰しました。そしてこれまで近本選手に代わり、センターに入っていた島田選手がライトでスタメン起用され、打順は3番。これまでとはまた違う新たなパターンを試しますが、序盤3イニングは無得点。で一方、タイガースの先発は西祐希投手。西投手はもともと金曜日のゲームで先発予定でしたが、この30日にスライド。で、もともと今日、 先発予定はビーズリー投手だったんですが、そのビーズリー投手が西投手に先発の座を譲渡した、まあこの流れもあるんです。というのもビーズリー投手は岡田監督に対し、西の方が今は調子いいからとこのように話をしたみたいで、まあ、特に外国人ピッチャーの場合、投球イニングとかでまあ、出来高がついたりね、まあ、いろんなケースがあってマウンドを譲らないことも多いんですけれども、まあ、ビーズリー投手はすんなりと西投手を推薦したと、で西投手はビーズリー投手に感謝の思いを明かしていて、ビーズリーとも話したけどごめんなと、 ビーズリーかわいそうやな。でも岡田監督が選んでくれたし、それを感じていくだけ。ビーズリーの調整がうまくいくか不安。これだけ登板が飛んでと。まあ、西投手も心配していましたが、同時に感謝も示し、今日の先発マウンドに上がったんですが、ほとんどのイニングでランナーを背負う。まあ、そういう投球内容ではありました。 でも、西投手らしい粘りの投球。まあ、初回ピンチを迎えますけれども、サンタナ選手のサードゴロ、佐藤選手のファインプレーもあって無失点。で、2回は先頭バッターにフォアボール与えるも、ゲッツー奪って3人。そして3回もツーアウトから、フォアボールでランナー背負いますが、梅野選手のナイス2塁送球もあって無失点。このように序盤は静かな立ち上がりになりましたが、まず先制点奪ったのがタイガースでした。というのも4回ワンアウトから、大山選手がライトスタンドへ、先制の5号ホームラン。まあ、打った瞬間はライトフライかなと思いましたが、今日は ホームからセンター方向に強い風が吹いていてもうそのまま打球が伸びましたね大山選手もかなりびっくりしていましたがタイガースにとってもそして大山選手にとっても大きな一発が出てこの回まだ打線の勢いは止まらなかったというのも前川選手がレフト前ヒットで再度チャンスメイクを行って ツーアウトから梅野選手が左中間破るフェンス直撃のタイムリーツーベース、まあ、今年4番の打順もそうですけれども主にキャッチャーが入ることが多い7番、まあ、今日のゲームを迎える前の時点でこの7番打率は1割6分8人で打点はわずか7でしたなかなかキャッチャーの選手に打点がつかず、まあ、そういう展開続いていたんですけれども4回梅野選手が打点上げさらに6回も梅野選手、まあ、この回はツーアウトから佐藤選手が今日1本目の2ーベースを放って梅野選手がレフトにタイムリーもうこの辺りから完全に のペーススのでしたよで先発の西投手は今日6回を投げましたオスナ選手に1本ホームラン浴びたものの6回、球数95球。 許したヒットはわずか3本で、奪った三振2つ、またいたフォアボールは3つありましたが、しっかり1失点、ゲームをまとめてくれました。まあ、西投手は直近3試合、バファローズ戦で9回完封、で、前回のベイスターズ戦は7回無失点、で、今日はスライド登板、調整も難しかったと思いますが、しっかり6回1失点ということで、このあたりのゲームメイク能力は本当にさすがです。さあ、そういった中で試合は終盤へ、まあ、本当にここもタイガースのペースではありました。7回は2アウトから、中野選手、森下選手が連続でフォアボールを選んで、 大山選手が今日2打点目となるタイムリーいや本当に大山選手の状態上がってきてるのめちゃくちゃ大きいですよそして8回も佐藤選手が今日2本目のツーベースからチャンスを広げ小畑選手の内野安打で糸原選手の打球記録エラーになりましたがしっかり転がして追加点もうここで完全にダメ押しかなとそういう展開ではあったんですが8回悪夢が待っていました というのも4点リードという状況で、桐式投手がマウンドに上がりましたが、その桐式投手が村上選手にタイムリー浴びたところで、岡田監督は漆原投手にスイッチ。まあ、ただその漆原投手がサンタナ選手にフォアボールを与えてしまい、ツーアウト満塁から長岡選手に走者一掃、タイムリーツーベースを浴びてしまい、この時点で同点。で、さらに松本選手につながれ、このタイミングで岩崎投手を投入。まあ明らかに岩崎投手からすれば、まあちょっと準備できていなかったと言いますか、まあそれは漆原投手も同じく だと思いますがその岩崎投手が山田選手にタイムリーを浴びてしまってこの回なんと5失点いやもうさすがにガクッと来てしまいましたがタイガースは9回めげずにチャンスは作ったんです というのも先頭、森下選手がレフト前ヒットで出塁し、ツーアウトランナー、一塁となって、ここで今日、2本のツーベースを打っている佐藤選手、まあ、左ピッチャーの田口投手から、ここもしっかり捉えて、レフトオーバーのツーベース、でダイソーは上田選手で、ここはもうツーアウトでしたから、まあ、多少の無理は承知で、藤本コーチも回したとは思うんですが、結果的に悠々、ホームタッチアウト、まあ、岡田監督もゲームセットの瞬間、表情固まっていました、まあ、その心中、いかにというところですが、タイガースからすれば痛い、6月ラストゲーム、 逆転負けという形になりましたで藤本コーチは試合終了後9回の本塁突入指示について自分自身の中で勝負したいっていうのがあったからクッションも完璧に返ってきたというのもあったしあとはもう早急がそれるのもちょっと願っていたけどどっちが正しいかって言ったらちょっとわからないですけど自分自身の中では勝負しに行ってああいう結果になったとこのようにコメントここ最近、まあ、岡田監督からなんで回さんかったんやと藤本コーチに対し言及することも多くまあ、そういった背景もあってねまあ、藤本コーチも思い切って腕を回したとは思うんですけれども まスワローズのカットプレーも完璧で結果はアウトという形になった皆さんは藤本コーチのこの判断についてどのように考えますでしょうかそして岡田監督そして岡田監督はそして岡田監督は逆転負けについて今日の負けはめっちゃ大きいよはっきり言うて一つの負けちゃう今日なんかはうまいこといかん場合もあるわけやんかそれが準備やんかブルペン 何かあった時用の準備せなあかんわけやろサンタナからゲラ行くつもりやったけどゲラ行くぞ言うたら漆原しかやってませんって漆原もこくよ思うよええー、って切り敷き行って9回はゲラで一番ええことは絵に描いてるけど何があるかわからへんやんかなんで準備せえへんねやろとこのようにコメントを出していますでその中で今日のゲーム打線は全体13安打5得点、まあ、しっかりつながりました、まあ、木曜日のゲームからそうですが打線全体徐々に右肩上がり、まあ、ただその中で気になるのはやはりスタメン復帰を果たした近本選手の打席 ようかなと まあ出場自体も少し間隔が空きましたしこの部分を戻すのにも時間がかかるかもしれませんが今日のゲームは5打数ノーヒット6月は20試合で83打数13安打打率1割5分7厘とかなり苦しんでいます過去の近本選手を振り返っても、まあ、シーズン開幕当初を除き、まあ、ここまでガクッと数字を落とすことがなかっただけに、まあ、今後の運用も気になるところただもうタイガースがここから上がっていくためには言わずもがな近本選手の復調は欠かせません総攻守全ての面でタイガースの柱ですから ただこれから先のタイガースを考えていくとその近本選手の後継者育成ここも避けては通れないポイントです去年近本選手が骨折離脱となった際島田選手や森下選手など複数の選手で何とか乗り越えましたがやはり一人どしっと未来を考えるならこの選手だと、まあ、球団としても動いていきたいところではあります二、まあ、軍ではいつぼ選手など本当に将来が楽しみな選手も控えていますがその中で残り4ヶ月を切った今年のドラフトに向けて 6月27日の時点でタイガースはスカウト会議を行ってすでに上位候補の報告と確認を行っていますでそこであるスカウトは複数球団が競合するピッチャーはバッターと違い投手は1年目から活躍できる可能性が高いけど野手の補強を最優先すべきでしょうただ現場の意向もあるから最後の最後まで投手か野手かの方針は決まらないと思いますとこのようにコメントを出し そして編成幹部は中長期的に見れば近本の後継者育成もしなければいけないとこのように話しています。まあ、センターの育成であとはキャッチャーの運用ですね。ここも間違いなくポイントになります。シーズンも半分終え、そろそろ戦力整備も始まっていくタイミング。4ヶ月後に迫ったドラフトでどんな動きが待っているのか、この点も引き続き注目していきたいなと思います。はい、ということで今回の動画では本日6月の30日に行われたスワローズとの11回戦についてお話をさせていただきました。 結果は5対6で敗れるということで、まあ、本当に魔の8回タイガース中継ぎ陣がまさかの流れで試合をひっくり返されてしまいました6月ラストゲーム敗れこれで2連敗打線が13安打5得点つな、まあ、がったゲームだっただけに、まあ、なんとかね、まあ、逃げ切って勝ちたいところだったんですけれども,もうとにかく切り替えて新しい月を迎えるしかありませんまだシーズン半分終わったタイミングまだまだゲームは残されている来月がタイガースにとって大きな転換期となることを祈って今後のゲームも見ていきましょう 皆さんは本日のゲームそして6月全体投資どのように考えますでしょうか よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者5 7400人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者5 8000人ということで、 今後とも阪神情報局、何卒ぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。とにかく来月からまたいい流れが来ることを祈って、我々タイガースファン見ていくのみです。今後の戦いも引き続き注目していきましょう。ではまた。